皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、日経平均プラス816、これ2年チャートで6ヶ月チャートで見ても、平均線ね、全部下から、上抜けてですね、突き上げて大幅上昇なんですが、日経の、戻しというかね、がちょっと激しすぎるんじゃないかなっていう、懸念があります。で、ニューヨークダウもプラス254と。で、マザーズもプラス26なんですが、やっぱりね、こう日経の戻しに比べて、マザーズがまだまだ、戻しが弱いというかね、チャート見るとダブルボトムみたいな感じで、切り上げてはいるんですが、はい。で、また今ね、平均線、50日ですかね。長期、この中でいくと長期に、頭を押さえられている形で、前回超えられなかったまた800ですよね。手前で、ちょっと厳しいんじゃないかなという動き。今現在も、マザーズ先物、下げてますし、やっぱりね、これだけ地合いがいいというか、戻せるときに、もっと戻しとかないと、やっぱりマザーズまだまだ弱いなっていう感じですね。なんか素直にプラス26で上がったっていうよりは、なんか日経の戻しとか見てるとマザーズまだ弱いんじゃないかなっていう感じがします。ただですね、銘柄別というかね、銘柄ごとに見ると、昨日も言ったんですけど、テーマというかね、今話題のところに関してはかなり資金が集まってるかなと思います。で、今日はですね、まずグローバルウェイ、ストップ高ですね、16.95% プラス80で、552で、昨日の動画でも言ったんですが、このね、500の壁超えられずに、3日間ね、陽線で続いていたんですが、ちょっとっていうかね、もう一気にストップ高で、上に上げてきました。で、動画にし始めてからね、なんだかんだ、もう2倍近くにはなってると思うんですが、昨日のマネックスですかね、にも関係する、マネックスも今日ストップ高になってるんですけど、ナスダックにね、タイムコインが上場するみたいな動画を上げたんですけど、それでやっぱり、仮想通貨関連、グローバルウェイでいくとタイムコインですけど、とかにも資金集まって、プラスね、グローバルウェイ4月とかに、グローバルウェイのね、社長のカカムーチョさんが、またこう、タイムコイン関連、力を入れていくとかね、ナスダック上場へ向けて、10億円かな、投資するみたいなこともありましたし、期待高まってるんじゃないかと。仮想通貨関連に、昨日からね、より、また資金が流れになってきたんじゃないかなと思います。で、PTS 見てみるとですね、プラス 63.1 ということで、PTS も、続伸という形になってます。で、もう、今の段階で、久々のですね、600超えということになってますね。はい。で、今、ちょっと仮想通貨関連とかね、で、名前出したマネックス。どっちかというと本命マネックスだと思うんですが、当然、ストップ高になっていて、PTS も 9.7%、プラス 70.8 ということで、昨日のね、ニュースでいくとですね、大本命ですよね。が、一気に窓を開けて、もう PTS だともうここら辺行ってるんですかね。なんで、前回落ちたところで、1000超えたところなんで、短期間で見ても今 1.5 倍ぐらいですかね、まで上げてきてます。で、次はですね、昨日言った、インド関連の銘柄も、かなり上昇が強いです。で、見ていきたいんですが、続きですね、これはね、かなりインド関連というか、売上とかね、会社のね、シェアのかなりの割合がインドにあるということで、かなり本命かなと思うんですが、こちら、詳しく見たい方は、前に挙げた動画でね、インド関連みたいな銘柄で取り上げているので、鈴木と IT ブックってその時言ったんですが、2.34% プラス97ということで、
大きく上げて、まあ、連続陽線、まあ、地合いともまあ被ってるかなっていう感じしますけど、今平均線ですね、これ中期かなにぶつかってます。で、もう一つですね、今名前出ましたけど IT ブック 9% 上げプラス50なんですが、もう連続で上げてるのでね、あの350から一気に上げて、まあ自分が言い始めたのは多分500手前ですかね、480ぐらいだったかな、これぐらいで、動画にしたんですが、まあそこからもね、100以上かな上げてると思いますし、まず IT ブックは岸田銘柄で、半年前ぐらいですかね取り上げました。で、最近ですね、インド銘柄、あの岸田首相が5兆円インドに投資するということで、インド銘柄でも IT ブックの名前出しました。で、今セキュリティ関係も、まあ、テーマ株に入ってるんですが、 IT ブックがね、セキュリティ、サイバーセキュリティにも名前が上がってるんですよね、まあ、なんで、まあ、かなりねテーマ3個被ってるっていうところなんで、まあこのチャート見ればわかる通りね、ものすごい力強い動きになってます。で、今ですね、テーマ、人気テーマでいくと1位がメタバース、で、まあ3位にまあ防衛ですよね、まああのロシア情勢とかね。で、4位にやっぱり円安によってまあ恩恵を受ける銘柄っていうのが来てるようで、で、5位にまあサイバーセキュリティで、10位にインド関連っていうのがあるので、まあかなりね、IT ブックテーマ、今のトレンドに乗っている動き、まあチャートからもわかるように力強い動きと、なってます。で、今日は逆にエネルギー関係とかね、他の銘柄はまあ上げ、地合いが良かったんで上げたんですが、まあ 1%、2% とかねにとどまって、まあ今日かなりやっぱテーマ株、材料出たところに強く資金が集まったなという感じがします。はい。最後なんですが、エッジテクノロジー。で、こちらも、ストップ高プラス150、16.32% の上げということで、まあ以前ね、1週間前ぐらいかな。サイバーセキュリティ関係で、まあ結構注目度高いと。いうことを多分ね600ぐらいだったんですね、動画で上げたと思うんですけど、そこから見ても、まあ、2倍までいかないですけど、2倍弱ですねまで上げてきてます。まあ、なんでかなり短期間でね、まあ、今PTS プラス91なんで、まあそうですね、600ぐらいで言うと、まあ約2倍ですよね、短期間で上げてきてます。で、まだ力強い動きがね継続というか、高値、まあ、上場来高値もちろん800も、軽々超えてきてますし、その後、上髭のね、陰線出たんですが、それも超えてきたということで、まあ、テーマに乗った青天井っていうかね、まさにね、ベタなこう、青天井の動きというか、強い動きでね、推移してます。ただ、今、エッジテクノロジーだけじゃないですけど、明日、一応先物の動き的にはですね、日経先物、マザーズ先物全部下がってますし、で、ユーロもですね、今ちょっと弱いというかね、また下げてきているので、まあ目先ね、ちょっと利確が来るかなっていう感じもします。今日あまりにも地合い良かったので、日経平均とか買い上げられたんですが、まあ本来はね、地合い良かったり、マザーズもうちょっと上げてくれればね、せっかく今テーマとかね、伸びていく会社買われてもいいと思うんですけど、あまりにもやっぱマザーズの上げも弱いし、さすがにちょっと、明日は落ち着きそうというかね、厳しそうな先物の推移なので、まあ、この後のね、ニューヨークダウ次第なんですが、まあ明日は、まあ今日、取り上げたね、いくつかの絶好調というかね、ストップ高銘柄ばっかり取り上げましたけど、ちょっとまあ売りが出たりブレーキかかるところも出てくるかなということで、まあこの後のニューヨークダウとかね、まあ明日の朝の寄り付き、ちょっと注目だなと思います。今回は、まあインド関連、サイバーセキュリティ関連と、昨日ナスダックにですね、コインチェックが上場というニュースに関連した、まあ仮想通貨関連、
を、見ていきました。今回は以上になります。ありがとうございました。